こちらの大きな木を見ると、もうここ一帯は真っ黒に焼けたような跡が残っていますね。今月16日、栃木県那須町の山中で、宝島隆太郎さんと妻の幸子さんの焼かれた遺体が見つかった事件。真相が未だ明らかにならない中、昨日大きな動きがありました。大崎警察署の車寄せのところには警察関係者が多く集まってきています。フラッシュがたかれ始めています。午後3時ごろ、多くの警察関係者が集まり、物々しい雰囲気となっていた警視庁大崎警察署。今右側の扉が開きました。まずは捜査員が出てきます。そしてその後ろ、佐々木容疑者ですね。半袖短パン姿、短い金髪の髪をしています。報道陣の方には目線、そして顔を向けることなく、今エレベーターの方へと入っていきました。死体損壊容疑で逮捕されました佐々木容疑者、これから本格的な取り調べが行われるものとみられます。黒い T シャツに髪は金髪、マスクをつけ、集まったカメラには一切目を向けず、警察署の中に入った男。佐々木光容疑者28歳、この事件の指示役とみられています。佐々木光容疑者はこちらの那覇空港内で身柄が確保されたということです。おととい、沖縄県の那覇空港で身柄を確保された佐々木容疑者。確保された時は一人でいて、スウェットの上下姿でマスクはせず、暴れる様子もなかったといいます。また佐々木容疑者はこの時、福岡行きの航空券を持っていたといい、逃亡を企てていたとみられています。佐々木容疑者は沖縄県内にあるこちらの警察署で逮捕されました。佐々木容疑者は数日の間沖縄に滞在していたということです。佐々木容疑者は数日間沖縄県内に潜伏していたとみられます。ゴールデンウィークの真っ只中、昨日沖縄から身柄を移送された佐々木容疑者。同じ飛行機に乗っていた乗客は、みんなが飛行機乗れるようになる前の段階で、何人かスーツを着た人たちが先にゲートの方をこうノーパスでくぐっていったようなのだけは見たんですけど、5、6人ぐらいですかね、スーツの方々いらしたので、なんか政治家の方とか誰かの先に乗るのかなみたいな感じで見てたぐらいですかね。沖縄の方とかには特にいるもんでもないとは思ってたので、ちょっとびっくりしましたけど。佐々木容疑者ですね。半袖短パン姿、短い金髪の髪をしています。報道陣の方には目線、そして顔を向けることなく、今エレベーターの方へと入っていきました。佐々木容疑者が逮捕されるきっかけの一つとなったのが、事件当日の未明に平山容疑者は五反田駅のすぐそばにありますこちらの居酒屋を訪れていることが分かっていますが、今回逮捕されました佐々木容疑者もここで合流し、5分ほど滞在した後に2人で店の外に出てくる様子が防犯カメラに映されていたということです。事件当日の未明、すでに逮捕されている平山良健容疑者が滞在していた五反田駅近くの居酒屋に佐々木容疑者が合流。そのわずか5分後に2人が一緒に店を出たところが防犯カメラに捉えられていたのです。佐々木容疑者が
平山容疑者を先導するような形で歩く様子が映っていたといいます。そして防犯カメラのリレー捜査などで佐々木容疑者が沖縄にいることを突き止め身柄を確保しました。佐々木容疑者と平山容疑者、この二人は今回の事件にどのように関与していたのでしょうか。東京上野で幅広く飲食店を経営していた宝島さんと妻の幸子さんは、事件前日の午後11時ごろ、東品川の運河沿いでその姿が確認されています。そのおよそ1時間後、警察はこちらの空き家を3日連続家宅捜索をしました。その際ガレージからは血痕が見つかったということです。午前0時ごろに都内の空き家で平山容疑者の仲間とみられる2人の男と接触、この時暴行を受けたとみられています。一方平山容疑者はこの2時間半前の午後9時半ごろ、品川区内のコンビニを訪れ、仲間の男2人に自身が乗ってきた黒い乗用車を貸したことが分かっています。こちらのコンビニエンスストアで知人の男ら2人に車を貸した後、1人でこのコンビニを立ち去っています。でその後なんですが、都内にあります居酒屋で別な人物に会っていたことが分かりました。宝島さん夫婦には接触していないとみられる平山容疑者、車を2人の男に貸した後向かったのが佐々木容疑者と合流した五反田駅近くの居酒屋でした。事件後に1000万円以上を受け取ったと話している平山容疑者。 A さんから携帯出せと言われて渡した。殺害には関与していない。兄貴に頼まれて車と凶器を用意した。 A さんから遺体の処理してくれと依頼され飲み仲間に頼んだ。 A さんは怖い人。2人の関係と事件とのつながり、そして新たに明らかになった居酒屋での5分間。複雑な事件の背景に一体何があるのでしょうか。この後スタジオで詳しく解説します。ここからは元神奈川県警捜査一課長の鳴海達之さんにお話し伺います。鳴海さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。まあ、今回事件からおよそ2週間で実行犯ではなくて指示役とみられる人物が逮捕、まあ、2人目の逮捕者という形になりまして、特にこのじゃあ佐々木容疑者の細かいところを見ていきましょう。こちら今回死体損壊容疑の疑い逮捕された佐々木光容疑者28歳は職業と住所は不詳となっています。で今回事件の指示役と見て調べているんですが、数日も沖縄に滞在していたことが分かっていまして、おとといこの那覇空港で警視庁の捜査員が発見し、日付が変わったタイミングでの逮捕となります。で暴れる様子もなく上下黒のスウェットで、ただ手にはこれ福岡行きの航空券を所持しているという状況だった。これが新しい情報になります。成美さん、この宝島さん夫婦が殺害されて発見されてから2週間経ちましたけれども、指示役は今回、まあ、指示役と見られる佐々木容疑者が逮捕されたことで、こんな何かこう捜査よりスピード感を持って進む感じはしますか。そうですね、とりあえずこの死体遺棄であるとか死体損壊に関して、はい、ある程度の指示をしてますので、その指示の内容について、まあ、供述してくれれば、もちろん捜査は格段に進展すると思いますね。これでもあの佐々木容疑者、なぜ沖縄なんですかね。まあ、考え方はいくつかあるとは思うんですね。まあ、一つはただ何も考えずに、はい、まあ、空路しか行くものがほとんどないわけですから、沖縄は、はい、まあ、それで沖縄に遠くへ飛ぶ、まあ、逃げる、まあ、二つ目は観光地ですから、はい、まあ、観光客に紛れて、まあ、自分を隠すことができるというふうな2つのことがあるのかなという感じはしますね。確かに人が多い方が紛れますもんね、はい、でもその佐々木容疑者、今回は福岡行きのチケットを持っていたということで、当初からどれぐらいの計画性を持ってこう行動していたと思われますか。
そうですね、当初から、まあ、例えば一旦那覇に逃げてそれからどっかに移動するんであれば、うんうん、滞在日数というのはだいたい1日か2日だと思うんですね、うん、ははまあ、それを超えて数日滞在しているということになると、うん、まあ、そこはちょっと計画性が薄くなってくるのかなという感じはします。じゃあもしかしたら沖縄に行ったのも行き当たりばったりの可能性もあると。はい、うん、立岩さんどうでしょう、この2人目の逮捕。いや、まあ、平山容疑者が逮捕された時にも私言いましたけど、はい、やっぱりかなり早く捜査進んでるんじゃないかな、まあ、その辺は成美さんにもお聞きしたいんですけど、やっぱり供述をやっぱりしっかり取ってると思うんですよね。であと、うん、当然ガサかけてるわけです。いわゆる家宅捜索かけていろんなものを押収してるわけですから、うん、多分これからかなり早い展開もね想像できるんじゃないかと思うんです。いかがですかね。そうですね、平山容疑者の供述がもともとは基本になる話で、まあ、その供述内容がどれだけ信用できるかっていうのは、まあ、平山容疑者が話した内容の裏付けがどれだけあるかっていうことに、うん、まあ、かかってきてはいるんですよね、うん、で、まあ、全く喋ってないわけじゃなくて、まあ、話はしてますんで、その中で出てる材料を拾い集めて、で裏付けを取っていって、うん、まあ、その中に隠されている、まあ、秘密の暴露的なものを、うん、まあ、上げていけば、まあ、だんだん捜査は進展してくると思うんですよね、うん、まあ、でもまだ分かってないこと多いですよね。そうですね、新たに分かったのがこちら、午前3時半なんですが、こちらも品川になります五反田駅前の居酒屋で平山容疑者と佐々木容疑者5分間だけ接触していることが分かっている、うん、もうちょっとここの居酒屋の話を細かく見ていきますと、その下になりますね。そもそも午前2時に平山容疑者はこの居酒屋に入っていると。で、1時間半ぐらい過ごしていたんですが、午前3時半に佐々木容疑者が合流して5分後に共に退店、店の外を出る。で、その時に防犯カメラに映っていたんですけれども、佐々木容疑者を先導するような様子だったと、うん、当然このカメラからその先ということで調べた結果、今回沖縄そして本人逮捕につながったものとみられます。ここに来なければというところもありますけれども、この5分間の接触で、じゃあそのリスクを犯して何があったのかというところに関して、ちょっと元刑事の方から見解を伺いました。こちらです。指示役とみられる佐々木容疑者と、すでに逮捕されていた平山容疑者。事件当日の未明、2人で居酒屋に滞在したのはわずか5分。すぐに店を後にしたといいます。この5分の間に一体何をしていたのか、2人の元刑事は。自分がいろいろ指示されたことに関して、うん、佐々木容疑者が平山容疑者にどんな感じで進んでいったのかっていう最終確認をしているのかもしれないですよね。うまくやったのか、2人で死体損壊の処理結果っていう連絡を待っていたんじゃないかなと思いますね。さらに2人の関係性については、今回平山容疑者がこの佐々木容疑者を怖い人物だと言ってる以上、今回初めて会ったとかそういうことではないと思うんですね。過去にも同様の接点があって、その佐々木容疑者の怖いところを見てるわけですから、過去にもこういった顔を合わせた何か防御をしていたりとか、そういったことはあったんだと思いますね。成美さん、これ時間は5分と短いですけれども、やっぱ対面で会うリスクがある。例えばそのうまく、まあ、実行できたかどうかの連絡であれば電話でもいいわけで、なぜ会ったと思われますか？そうですね、その、佐々木容疑者とすれば平山容疑者の顔を見ながら、うん、はい、まあ、いろいろ目の動きだとかを見て判断はしたいんだろうと思うんですよね。それはいろいろとちゃんとやったかどうか、まあ、ネットだとわからない、まあ、電話だったりとかでわからないから、うん、人を見て判断したかったと。そうですね、まあ、それとやっぱりそこじゃなきゃできないっていうのは、携帯のやり取りだとか、うんうん、携帯まあ出しなさいと。それとやっぱり言葉で伝えるのは、うん、まあ、余計なこと言ったらお前命ないぞみたいなことを言われているのかもしれないですね。より強く脅しをかけるためにと、ね、はい、確かに、まあ、ここでもしかしたら携帯を受け渡したをしたかもしれません、まあ、私が受け渡したって、まあ、平山容疑者言ってますし、ただこれここに来たことでもって防犯カメラに撮られて、まあ、逮捕に至ったわけですよね、はい、そうするとこれがまあ致命的なミス、はい、うん、まあ、そこまであまりこう考えてないのかなという感じはするんですよね、うんうん、まあ、この犯行の事前の話をするときもどっかであったりはしてると思いますんで、その時にもカメラがないわけじゃないですから、はい、
まあ、そんなことはあまり気にせずに会っていたのではないかなっていう気はします、うん、でさっき携帯の受け渡しの話もありましたけども、平山容疑者は1000万円近くのお金をまあ受け取ったみたいには言ってるじゃないですか、はい、でも実際物は出てきてないんですけども、はい、受け渡すとしたらこのタイミングだったりするんですかね。いや、なかなかその現金を持ち歩いて、ごめんなさい、その犯行中にですね、うん、現金持ち歩きながら、じゃあよくやったって言ってお金を渡すっていうパターンはおそらく考えにくいと思うんですね、うん、あ、なるほど。それはもう全部が終わって、まあ、しばらく経ってからの形で、うん、何らかの形で渡すんだろうとは思うんですけど、うんうん、まあ、この5分間の中でのやり取りはちょっと考えづらいですね、うん、でも5分ってなんか短いと思いますか、長いと思います、どう思いますか。長いんじゃないですかね。長いですか。意外に私は長いと思いますけど、お、はい、もうじゃあもう本当に相手に脅しをかけて物を受け取るだけだと、もう本当1分前後もかかんないぐらいで、でも店の中じゃなくてもよかったりはしないんですか。うん、まあ、それは店の中で待てって話をしたんじゃないですかね、その佐々木容疑者が。ということはじゃあ2人としてはそこまでまだ危機感は持ってなかったと思ってもいいんですか、ね、うん、と思いますね、まあ、いろいろ確認したいこともあるんでしょうから。うん、はい、これ成美さんの実行役2人はまだ捕まってもいない。で、まあ、指示役とみられる佐々木容疑者で、その仲介をして平山容疑者、この4人の関係性ってどういう関係性なんですかね。まあ、今分かっていることですと、まあ、佐々木容疑者と平山容疑者はまあ上下関係でつながっている、うんうんうん、はい、で実行犯2人はその上下関係の中に入らないんですけど、うん、平山容疑者とは知り合いだと、うん、で、まあ、考えられるのはこの、まあ、グループの中の周辺者じゃないのかなっていう気はするんですよね、うん、あ、そのグループの中には入っていないけれども、うん、その周辺で、まあ、動いてる人たちなのかなっていう感じはするんですけどね。でも大空さん、なんかその新しい情報が出てだんだんその逮捕される方が出たりとか分かってくることはあるんですけど、うん、一番核の部分が分からないままなんですよね。そうですね。亡くなった宝島さんって自分で自転車で漕いで一人で店舗の売り上げを回収しに行っていたという話も出てきますよね、うん、それだけいわゆるその用心深い人が、うん、なぜこうご夫婦で、まあ、しかもそのじゃあ住宅にどうやって入ったのか、もしくはまあ車にそもそもね自分の車に乗ったみたいなところって、なんか普段のその生活とか高島さんの性格からすると結構なんか矛盾があるわけじゃないですか、うん、まあ、よっぽど近しい方だったという可能性も考えられると思いますし、うん、てかそもそもそのいわゆるその特流、これが特流なのかって意見もあると思いますけど、うん、いわゆるその匿名流動型犯罪だとして、うん、これまでっていわゆる風俗とか売春とか闇バイトみたいなことが基本的にこの特流の名目だったはずなんですよね。それは警察庁も長官官房に3時間で新しい役職作ってますけど、うん、基本的にそういう事件だった。でも遺体の処理とか、うん、全くなんか別次元の犯罪を犯すようになってきた、うん、なんか特流に対する考え方みたいなのももう一回改めなきゃいけない時に来てるのかなという気がしますね。どうですか、成美さん、そこら辺。基本的に特流自体は特殊詐欺で構成されている犯罪グループのことをまあ想定してやっているわけなんですけど、まあ今回もその、まあ、何でしょう、まあ、準暴力団みたいな形の、まあ、いわゆる不良グループ、半グレみたいな、まあ、半グレみたいなところで、はい、まあ、上下関係はあるけど、まあ、統制があまりよく取れない、うんうんうん、ただ SNS みたいなものを使って完全な匿名ではないけれども、うん、まあ、犯罪組織としては存在する、うん、完全に、まあ、特流とは言い切れないけれども、うん、特流に近いような新しいこの形態ですかね、うん、なるほど、ではないのかなと私は思ってるんですよね、うん、そしてこれ立岩さん、いわゆる何でしょう、こう普通僕たち考えるのって実行役から捕まっていって最後指示役は手に手が届かないとか、もしくは最後になって捕まるってイメージがあるんですけど、今回まあ指示役もしくはその仲介をした平山佐々木亮容疑者が捕まっても実行役まだ捕まってないじゃないですか。で、佐々木容疑者をまあリレー捜査でもってビデオでもって追っかけることができたんであれば、なぜ実行役それで捕まえられないんですかね。いや、そう、まあまあまあ、同じことをやるしかないと思うんでね、うん、そうやってこう辿っていくっていうこと。ただやっぱり、まあ、成美さんおっしゃるように、平山容疑者が、まあ、自首だったかどうか別として、まあ、逮捕された、これはでかいですね。で、うん、まあ、やっぱり完全落とされてると思うんですよ、はい、だから、まあ、時間の問題かなというふうには私は思うんで、うん、まあ、そこから先にどう伸びていくかっていうのは、まあ、今後の捜査ですね。でね、さっき私は田中さんに聞いたのは、大崎警察署に入れるときにメディアをかなり前に入れたでしょ、はい、まあ、私の事件取材の印象から言うとね、警察はね、かなり自信はあるんだと。
あのね、自信ないときはね、もうそれこそね、身柄入れるときもね、マスコミに言わなかったりするんですよ。おだけど、まあ、ある程度、しかもこれをね、出すことによって、周辺にお前ら包囲されてるぞというようなメッセージも出せるわけです。だから警察はいろんなことを考えながらメディアを使う、まあ、あの捜査一課長を前に言うのもなんだけど、もう使うんですよ、はい、で使ってこれがいい方向に行ってるっていう流れがあるんでね、私はある程度ね、捜査は我々が知らない以上に進展してるような気はしますけどね。どうですか、成美さん、そこら辺。あ、進展はしてると思いますね。それはもうある程度もじゃあ中核の動機の部分まで解明は進んでるけど、あとはじゃあいつ逮捕するかの段階まで来てるような感じですか。いや、動機の解明はちょっとまださておいてですね、この実行犯の2人に対する追跡捜査っていうのはかなり進んでるなとは私も思ってます。